全部片付けて帰れ。ボーナスも支給してやったんだし満足だろ。二代目社長はゲラゲラと笑い出す。ふざけるな。俺の頭の中で何かが切れた。俺の名前は富田。とある製造業の会社に勤めている。俺は大学でプログラミングやシステム開発を学んできた。本当は IT 企業への就職を狙っていたのだが、本命の最終面接の日にひどい風邪をひいていけなかったのだ。俺は自暴自棄になって適当な会社に営業として就職した。そして今に至る。入社してから10年以上経ち、つい先日社長が交代した。先代社長には子供がいなかったため、甥の佐々木が二代目になったのだ。佐々木は去年からうちの会社へ入社し、次期社長として準備をしていた。先代社長に付き添い、社外に出ていることが多く、俺たちは佐々木の人となりがわからない。それでも、俺たち社員は、みんな、あの先代社長よりはマシなはずだと、佐々木に期待していた。先代社長は、ドケチのワンマン社長で、俺たち社員はみんな苦々しく思っていたのだ。そんなある日、今年は冬のボーナスが出るって。経理の長野さんが嬉しそうに叫びながら事務室へと入ってきた。二代目社長に変わったおかげだな。少しだけど、日頃みんな頑張ってくれているからですって。長野さんの言葉に俺たちは喜びをかみしめる。先代社長は、普段給料を払っているのになんでボーナスまで出す必要があるのかという考えの人で、俺たちはボーナスなんてもらったことがなかった。この件で二代目社長の株は爆上がりしたのだが、その数日後、佐々木はその株を自分で暴落させたのだ。あの日、事務室で佐々木と俺たちはリラックスした雰囲気で雑談をしていた。何のきっかけか忘れたが、ポケベルの話が出た。じゃあわざわざ暗号でやり取りしていたんですね。若手社員がポケベルの仕組みを聞いて驚いている。おいおい、暗号なんて大げさだな。でもポケベルは数字しか入力できなかったからな。ここを使って考えたんだ。佐々木は頭を指さす。ああ、富田、ポケベルが流行った世代ってちょうど俺たちの頃だよな。お前なら数字ですぐ意味がわかるよな。佐々木は俺に笑いながら話を振る。ああ、いえ、私はあまり使わなかったんで、よくわからないんですよ。俺も笑いながら正直に答えると、何かが佐々木の勘に触ったらしい。はあ？ふざけるなよ！お前、若いふりしやがって！俺は歳だとでも言いたいのか？ああ、そんなことは。急に顔色を変え、怒り出したので、俺も周りもびっくりだ。いやいい。お前はそういうタイプの人間なんだな。お前のことはよく覚えておく。佐々木はそれ以上、俺たちに何も言わせず、そのまま出て行ってしまった。俺たちはあっけに取られた。後から噂で聞いたのだが、佐々木はいわゆる、切れやすい人で有名らしい。どこに切れるポイントがあるかわからないから厄介だ。今までは先代社長の手前、猫をかぶっていたが、本性を出したようだ。あの先代社長の甥っ子だもんな。一癖も二癖もあって当たり前か。俺たちはがっくりした。さらに悪いことに、この出来事をきっかけに、俺は二代目社長から目をつけられるようになったのだ。富田、
外回りをしないで何をサボっている。ある日、俺が作業をしていると佐々木から詰問された。生産管理システムを作っていました。はあ、お前は営業だろう。なんでそんな仕事しているんだ。佐々木は怪訝そうな顔をする。その通りなんですけど、先代社長から今のシステムは古くなったから新しいのを作れと言われていたんです。私は大学でプログラミングやシステム開発を学んだので、俺は二代目社長に変わる前に先代社長から新しい生産管理システムを作るように指示を受けていた。はあ？素人が適当なものを作って問題を起こしたらどうするんだ？文句は俺に命令した先代社長に言ってほしいのだが、俺は当たり障りなく、そうならないように頑張っているつもりです。とだけ返事をする。まったくお前は！と、二代目社長が文句を言おうとした時だ。社長、お電話が入っています。長野さんが社長を探しに来た。わかった、すぐ行く。息を潜めつつ様子を見ていた部下が、でもみんな新しい生産管理システムを待っていますよ。と慰めてくれたものの、俺はまずいことになったぞと思っていた。生産管理システムはもう8割くらいできているし、今更作らなくてもいいと言われても困る。自費で最近の開発を学び、何度も試作をし、結構な時間を費やしてきた。それに、俺はシステム開発が楽しくなっていたのだ。転職か起業、そんな言葉が頭をちらつく。それからまた数日が経ち、生産管理システムは完成間近となった。俺は残業して仕上げにかかる。佐々木はあの日、電話が終わると、すぐに俺のところへ戻ってきて、開発を止めるように言ってきたが、長野さんや他の社員たちが口々に、先代社長の指示ですから、最後までやらせてあげてください。できたものを見てから判断してはどうですか？などとかばってくれた。それで佐々木はしぶしぶ、一応完成させても良いと認めた。21時を過ぎた頃だろうか。突然事務所の扉が開いて佐々木が顔を出した。トミータ、お前まだやっていたのか。佐々木はどこかで飲んできたのか酒臭い。すみません、社長。もう少しだけやって帰ります。俺は軽く頭を下げる。はっ、例のやつか。佐々木はそれだけ言うと、またどこかへ行ってしまった。トミータ、ほら、喜べ。いいものをやろう。突然、俺のキーボードの上に茶封筒が投げられた。チャリンと音がする。てっきり帰ったと思っていた佐々木が俺のすぐ脇に立っている。驚いて心臓がバクバクした。何ですか、これ。俺は茶封筒を手に取った。下手くそな字で富田のボーナスと書いてあるのだが、薄いし小銭が入っているようだ。見ての通り、ボーナスだよ。佐々木はニヤッと笑う。遅くまで頑張っているから食事代でもくれるのだろうか。ありがとうございます。首をかしげながらお礼を言うと、佐々木は中身を確認してみろよと促してくる。え、いいから、ほら。しつこく言われ、俺は中身を出してみる。4,930 円ですか。食事代にしては中途半端だ。佐々木は、意味がわかるか？ヒントはポケベル読みだ。お前もポケベル世代だから本当はわかるよな。と聞いてきた。え、ポケベル読み？本当にわからないんですけど。
答えられないでいると、佐々木は、4930で支給された、だ。面白いだろ？お前のボーナスはこれで支給済みだ。という。冗談ですよね。正直全然面白くない。まさか本当にこれが俺のボーナスなのか？俺が固まっていると二代目社長がだんだんと不機嫌になっていく。そうだ。これがお前の冬のボーナスだ。もっと喜べよな。本当にこれだけなんですか？俺は驚いて聞き返す。ああ、他の社員ならまだしも、お前にボーナスはもったいない。真面目に仕事をしていないじゃないか。営業のくせに外回りもせず、システム開発の真似事なんてな。お前みたいな奴はうちの会社にはいらないんだ。酔っ払っているし、たちの悪い冗談だよな。俺はそう思いたかったが、どう見ても佐々木は本気のようだった。首ですか？そうだ。やっとわかったか？全部片付けて帰れ。もう来なくていいぞ。ボーナスも支給してやったんだし満足だろ。佐々木はゲラゲラと笑い出す。ふざけるな。俺の頭の中で何かが切れた。人間、怒りすぎるとどこか冷静になるようだ。ところで、先代社長から言われていた生産管理システムは、もう完成間近なんです。どうしたらいいですか？素人のプログラムなんて使い物にならないし、初期化していい。本当にいいんですね。ああ。それでは、プログラムを初期化します。通常業務の引き継ぎは、会社都合ですから、有給として残りの日数を消化していいですよね。俺が次々に質問すると、佐々木はめんどくさそうに、ひらひらと手を振る。ああ、もううるっせえ。細かいことは長野さんにうまくやらせる。いっそのこと全部の痕跡を消せ。わかったか？よくわかりました。では、すべて消させていただきます。ああ、せいせいする。これはチャンスだ。俺は、佐々木が見ている前で、完成間近のシステムを全削除した。さすがに指先が震えたが、振り払った。パソコンの初期化作業中、私物をまとめていく。忙しい時には泊まり込みもしていたので、寝袋や着替えなど、意外と量がある。荷物をまとめたら帰れよ。佐々木はそれだけ言うと、俺を放置して行ってしまった。まさかこんな風に終わりが来るとは思わなかったが、すべてが初期化されると、俺は清々しい気分になった。全部は持ちきれないから、明日また来るかな。俺は私物をいくつかの段ボールにまとめ、持てるだけの荷物を持って会社を後にしたのだ。翌日、長野さんから電話がかかってきたから、俺はクビになった事情を説明。なるほど、そういうことだったのね。小口の現金がちょうど4930円だけなくなっていたの。せこいな。あれ、ポケットマネーじゃなかったんですか？そうなのよ。俺たちは苦笑した。ああ、それで後から持ち帰れなかった荷物を取りに行こうかと思っているんですが。みんなには会いたいが、佐々木だけには会いたくない。すると、言いよどんだ俺の気持ちを汲んで、長野さんが。辞める決意が固いなら、荷物はこちらから送りますよ。佐々木社長に会いたくないでしょう。後日会社以外で送別会もしますから。と申し出てくれたのだ。助かります。ありがとうございます。俺は長野さんの好意に甘えることにした。長野さんは続けて、俺にこの話をみんなにしていいか確認してきた。俺は事実なのでどうぞと答える。やるべきことが一つ片付いたから、俺はかねてから考えていたことを行動に移した。実は、
起業する準備はほぼ全てできていたのだ。それから俺は慣れない書類仕事や販売するためのシステム開発を続けた。忙しいながらも充実していて、毎日が飛ぶように過ぎていった。数ヶ月後、俺は長野さん経由であの会社の話を聞いた。俺が辞めた本当の理由や新しい生産管理システムが導入されないことを聞いた社員たちの反応は、大体同じで、みんな二代目に期待していた分失望も大きい。俺という先例があるからこそ、みんな見切りをつけ次々に辞めていき、ひどい人手不足状態だそうだ。たった頼む、戻ってきてくれ。知らなかったんだよ、お前がうちで使っている生産管理システムを作っていたなんて。一度佐々木から電話が来た。佐々木が言っているのは、俺が全削除した新しい生産管理システムのことではない。先代社長から真実を聞いていなかったんですか？俺は呆れて聞き返す。先代社長は自分がプロに作らせたと言っていたぞ。ああ、実はですね。実は、俺が今回作ろうとしていたのは、二代目の生産管理システムで、俺が最初に生産管理システムを作ったのは15年前なのだ。おい、富田、お前パソコン詳しいんだろ？うちの会社に合う生産管理システムを作ってくれ。先代社長の悪い意味での鶴の一声だった。当時、うちの会社にはまだ一元化された生産管理システムはなかったため、社長は業界の飲み会で今時遅れていると馬鹿にされてしまった。俺も久しぶりに面白いと思ってざっと作ってみた。すると、社長はこういうシステム作成は簡単にできるものだと思い込み、無茶な要求を平然と突きつけてくるようになった。全部パパッと一つでできないのかね。もっと色分けして見やすくしてさ。それにしてもこんなに簡単に作れるものに大金を払うなんてバカらしい話だよな。俺はあの頃若くてやる気があった。何クソと頑張って作り上げたのが一代目の生産管理システムだ。生産システムを導入するとパソコンで受注から納品までの状況が一覧でわかるため本当に便利になった。仕事の効率も上がり、もともと好調だったし、会社はさらに成長していった。俺が生産管理システムを作り上げたおかげだな。社長は高笑いで自分が作ったように触れ回っていたが、実際に作ったのは俺だ。お言葉ですけど、富田さんですよ。経理の長野さんが進言してくれたが、いやいや、俺がアイデアを出したから使えるレベルになったんだ。俺が作ったも同然だろ、と聞く耳なし。ただ先代社長が業界の飲み会やキャバクラで、うちの生産管理システムは俺が作ったと言ったところで周りは誰も信じなかった。それでいつしか先代社長は、自分で細かい案を出しプロに作らせたと少しだけ話を変えて自慢するようになったのだ。外注すると金がかかるから社員に作らせたという本当の話を言いたくなったのだろう。みんな富田さんのおかげだと知っていますからね。長野さんや他の社員たちがそう言って慰めてくれたし、俺はみんなが認めてくれればそれでいい。ただ通常業務外の生産管理システムも作ったのに何の報酬もなかったことはちょっと不満だったが、そんな本当に富田が作っていたとは。今の生産管理システムだってあちこちの会社の社長から褒められていたんだ。御社が急成長した秘訣ですねなんて言われて、どこのプロに頼んだか教えてくださいって聞かれてたんだよ。でもおじさんは秘密だって絶対教えようとしなかったんだ。
俺が開発の経緯をかいつまんで話すと、佐々木は呆然としながらつぶやいた。しかし今の生産管理システムだって普通に使っているだろう。何が問題なんだ？それはですね、当時は画期的だった生産管理システムも使っているうちに不満な点が出てきたんですよ。あの頃とは会社の規模も違うし、工場も新設したからです。だから俺は先代社長から依頼され、新しい生産管理システムを開発中だったんです。そうだったのか。他の仕事の合間を縫ってぼちぼちと頑張っているのだが、要求が無理すぎてなかなか進まなかった。さらに先代社長がきちんと引き継ぎをせず、自分がプロに作らせたと見栄を張っていたせいで、佐々木は全く知らなかったそうだ。佐々木は、新しいシステムがあれば会社は持ち直すはずだ。頼む。今からでも新しいシステムに交換してくれ。なんて血迷ったことを言うから、全部消去したので無理ですね。それから俺、今はシステム開発の仕事を始めたんです。一から作成のご依頼となりますと、このくらいいただきますよ。と言って、俺は金額を提示した。すると、無言で電話を切られた。適正価格なのだが、どうやら佐々木も先代と似てドケチのようだ。やはり身内は似るのかもしれない。つい最近、いよいよ危ないという話が聞こえてきた。そうそう、あの先代社長にも天罰という事件が起こった。俺たちの給料やボーナスを出し渋って自分だけ豪遊していたが、夜の歓楽街で長年無夫婦なことをしてきたため、都内で流行っている霜の病気にかかっていたらしい。治療が遅れて後遺症に苦しんでいるそうだが、自業自得だろ。俺はというと順調に仕事をしている。営業も自分の開発したシステムを売るためなら苦にならないし、何より口コミで依頼者が絶えないからシステム開発に集中できている。やればやるだけ報酬がもらえるから、やる気はうなぎ登りだ。起業してよかった。これからも地道に頑張っていこうと思う。うちと取引したければ土下座してみろよ。そうしたら俺が支店長に頼んでやってもいいから。元同級生の銀行員は上から目線で俺に言った。呆れた俺は無視をする。すると元同級生はとんでもない気候に出たのだ。俺の名前はまさき、35歳だ。旅行会社を経営している。もともとは父が創業した会社だ。会社経営が夢だった父は、大手旅行会社を退職し、会社を設立。安さを売りにしたのが功を奏し、売り上げは順調だった。しかし、他社の格安旅行会社が問題を起こしてから、状況は一変。父の会社も問題があるのではないかと、敬遠されるようになった。俺が中学生の頃、会社は苦しい経営状態に陥る。赤字が続いたものの、父は諦めることなく前向きだった。そして徐々に売り上げを取り戻し、赤字経営から脱却した。俺は中学を卒業後、父の会社へ入社。父の手助けをしたいと強く思ったからだ。そして5年前、若い頃の無理がたたった父は、体調を崩して引退した。こうして俺は父から会社を継いだ。父が守った会社を今度は俺が守る番である。ある日、大手旅行会社が主催する懇親会に招待された。懇親会は情報交換と人脈作りの大切な場である。俺は懇親会に一人の社員を連れて行くことにした。林はまだ20代と若いが、うちのエースだ。将来を期待しているし、懇親会でもうまく立ち回れると思った。今回の懇親会で新たな人脈を築けるかもしれない。そう期待していた俺だったが、最悪な再会を果たすのであった。
懇親会の当日、大手旅行会社が企画したというだけあって、会場も華やかだ。私たちが最後ですかね。林はそう言って受付に並び始める。仕事で遅くなり、受付時間ギリギリになってしまった。俺たちと同じギリギリ到着組は多いようで、受付は混雑している。懇親会は会費制で、受付で1万円を支払って入る流れだ。俺と林が受付の順番を待っていると、後ろから声をかけられた。もしかして、まさきか？ビジネスの場で下の名前で呼ばれるのは珍しい。いつの間にか、俺たちの後ろに一人並んでいる。どちら様でしょうか？誰なのかわからないし、相手の顔が赤いのも気になり、俺は険しい顔をしていたと思う。元同級生を忘れるなんてひでえな。お前の顔全然変わってないからすぐわかったわ。元同級生という言葉で思い出した。こいつは中学の元同級生の遠山だ。思わずゲッと小さく声を出してしまう。俺は遠山が大嫌いだった。少年が腐っているからだ。実家が金持ちの一人息子だからか甘やかされて育ったようで、自分より下の立場の同級生を見つけては馬鹿にするのだ。俺に対しては貧乏人やクソ会社の息子などと言ってきた。当時他社の格安旅行会社が多額の負債を抱えて逃げる事件が起きた。多くの旅行客は旅行代金を返金されなかったという。遠山はうちも不祥事を起こすはずだと学校で吹聴した。俺は父の会社を馬鹿にされたのが許せず、取っ組み合いの喧嘩に発展し、担任に呼び出された覚えがある。卒業してから俺は地元に残り、遠山は都心の高校へ進学した。まさかこんなところで再会するとは。あの頃のまさき悲惨だったよな。高校にも進学しないで実家に就職したって聞いたし。今は不祥事起こしていないの？遠山はニヤニヤ笑って聞いてくる。俺が反論しようとすると先に林が口を開いた。昔だって不祥事を起こしたなんて聞いていません。突然話しかけてきて失礼じゃないですか？林は怒った表情を見せる。なんだよこいつ、お前の部下？中卒が社長の会社なんてろくな社員が集まらないな。遠山が大きな声を出すので周囲がざわつく。怒鳴った遠山から酒の匂いがした。懇親会前に酒を飲んで酔っているというのか。非常識なやつだなと俺は呆れてしまう。今日は仕事で来たんだろう、落ち着けよ。は？俺が誰なのか分かって上から言っているのか？あの大手銀行に勤める銀行員様だぞ。遠山は銀行名とご丁寧に所属する支店名まで教えてくれた。俺と林は遠山の言葉に驚いてしまう。え、あの銀行？そうだ、お前みたいな会社からしたら雲の上の存在だろ。うちと取引したければ土下座してみろよ。そうしたら俺が支店長に頼んでやってもいいから。遠山は最近地元の支店に移動してきたようだ。それまでは都心の支店にいたという。今日の懇親会、支店長がどうしても俺に出てくれってさ。俺は期待されているっていうことだな。遠山がドヤ顔で言うので、俺と林は顔を見合わせる。ふーん、今日はお互い何か成果があるといいな。俺はそう言って前を向いた。受付の順番が来たので会費の用意をしようとしたのだ。あっさりした俺の態度が気に入らなかったのか、遠山は後ろから俺の肩をつかむ。
俺に頼めば融資するって言ってやってるんだ。頭でも下げろ。なんで俺がお前に頭を下げなきゃならないんだ。迷惑だから静かにしてろ。俺がそう言うと、遠山は辺りを見渡す。こちらを見て、ひそひそと話す人たちが数人いた。あの銀行員態度悪いな。取引やめた方が良くないか？でかい声で銀行名を連呼し、土下座だの言うものだから注目を浴びていたのだろう。もう絡んでくるな。俺はお前に用はないんだ。俺がそう言うと、林が隣でふふっと笑う。プライドが傷ついたのだろうか。遠山は声を張り上げる。底辺のくせに、俺はエリート銀行員だぞ。遠山は受付のテーブルをダンと叩く。受付の女性はその音に驚き怯えている。周囲がさらにざわついた。お前いい加減にしろよ。これ以上迷惑をかけるなら本気で怒るぞ。会場でトラブルを起こすなど主催者に迷惑だ。だが興奮した遠山は止まらない。おもむろに俺が取り出した会費の1万円を奪ったのだ。何をするんですか？林が取り戻そうと遠山に手を伸ばす。すると遠山はとんでもない行動に出たのだ。それは俺の目の前で1万円を破り捨てるという行為だった。ビリビリと破る姿に俺や林だけでなく見ていた全員が唖然とする。俺は破れた1万円の破片を集めようとしゃがんだ。はは、貧乏人らしい無様な姿だな。お前が俺に偉そうな口を聞くなんて100年早いんだよ。中卒は場違いだ。帰れ。遠山は俺たちを見下ろして暴言を吐いた。周囲はドン引きしている者もいるし、スマホを向けている者もいる。俺は黙々と破片を拾う。一万ごときで必死になるなんて、お前の会社大丈夫か？俺が施しをやるよ。そう言って、遠山は自分の財布を取り出す。そして、一万円札を手にすると、俺の頭に落としてきたのだ。ほら、拾えよ。遠山は何が面白いのか、一人で大笑いをする。完全に酔っ払った状態だ。受付の女性は逃げるように去っていく。俺は静かに立ち上がるとじっと遠山を見る。周囲に迷惑をかけ、お金のありがたみもわからない奴にはお灸を据える必要があると思った。俺はスマホを取り出すと、ある人へ電話をかける。そして遠山に聞かせるためにもスピーカーにした。いつもお世話になっております。本日はどうされましたか？電話口から中年男性の声が聞こえる。笑っていた遠山の声がピタリと止む。聞き覚えのある声だと思ったのだろう。あ、支店長、お宅との取引中止で、社員教育も頼むよ。お宅の銀行員、お金の大切さがわからないみたいだから。取引中止？どういうことでしょう？支店長に聞かれたため、遠山の言動を話した。電話口で支店長が息を呑んでいる様子が目に浮かぶ。俺が話している間、遠山は間抜けな声で、え、何？とポカンとしている。なぜ俺が遠山の上司である支店長と話をしているのか、取引とは何か、全く理解できていない様子だ。今スピーカーにしています。遠山くんに何か伝えることはありますか？俺の言葉に支店長は焦った声を出す。こちらの方はお得意様だぞ。無礼な態度を今すぐ謝罪しなさい。いえ、謝罪はいりません。もう取引は中止すると決めましたので。
俺が支店長にそう伝えると、電話口からは謝罪の連続だった。明日、話をしたいと言われたので、承諾し電話を切る。会話を聞いていた遠山は、俺と銀行の関係性を理解したようだ。お前がうちのお得意様？信じられないと言った様子で遠山は俺を見る。俺が黙っていると、またもや林が口を開いた。うちは今、業界内でも注目されている会社ですよ。私は雑誌に載っている社長を見て入社を希望したくらいですから。林は興奮気味に話す。そういえば、入社の面接の時も熱量がすごかったなぁと思い出した。俺や会社が載っている雑誌の切り抜きを面接に持ってきていたっけ。うちの会社が注目されるようになったのは世代交代した頃だ。父の努力で赤字経営こそ免れたものの伸び悩んでいた。会社の目玉になるような商品はないかと俺なりに模索をしていた。そこで目をつけたのはターゲット層を絞るというもの。これまでもシニアやファミリーなどターゲットは絞っていた。だがそれだけでは他社と変わらない。だから俺は食事が好きな人にターゲットを絞ったのだ。現地の食文化に触れたい。でも何があるのかわからない。という声は以前から聞いていた。俺は必ず現地に出向いておすすめの食文化を聞いて回り、国内外問わず名産品を独自にまとめた。すると食通の人を中心に口コミで話題になったのだ。食にテーマを絞ったことで大成功。そして社員たちにも柔軟にアイデアを出してもらい、音楽や自然などテーマを絞った商品を提案するようになった。会社は雑誌や地元テレビに取材されるようになり、予約数は増加。それに伴い、支店を増やすことにしたのだ。そのための融資を今の銀行に頼んでいた。しかし、遠山のあまりの無礼な態度を見て、これ以上の付き合いはやめようと決意したのだ。実は他の銀行からも声がかかっていたんだよ。だからこれを機に、オタクとの付き合いはやめさせてもらう。いつまでもうちの会社をバカにされるのが嫌だったので、俺は遠山にすべて説明した。だが遠山はまだ認めようとしないのか。そんな小さな会社、俺は聞いたことない。と言い張るのだ。もしかしてお前、全然仕事任されていないんじゃないか？うちとの取引額はでかいから知らないはずないんだよな。俺は支店長と話しながら気がついた違和感を話した。支店長に遠山の名前を告げると、またか、と小さい声が聞こえたのだ。すると遠山は、またも逆上した。俺はエリートだって言ってるだろ？その時、警備員が数人走ってきた。どうやら受付の女性が呼んだらしい。受付のテーブルを叩いたり、1万円を破いたり、何度も大声を出すものだから危険人物とみなされたようだ。遠山は警備員に連れられてどこかへ去っていく。俺たちの様子を見守っていたギャラリーは、やばいやついたな、と言って会場へ入っていく。あそこまでしつこく絡んでくるなんて、ストレスでも溜まっていたんですかね。林は遠山の背中を見てつぶやいた。俺もなぜここまで執拗に絡まれなきゃいけないのか全くわからなかった。昔のように優位に立ちたかったのかもしれないな。俺は苦笑いをして林に答える。その後は無事に会場入りをして懇親会を楽しんだ。翌日、支店長と遠山がうちの会社を訪ねてきた。どうしても謝罪をしたいと支店長から電話が来たのだ。
応接室に通すなり、支店長は頭を下げる。遠山はというと、酔っていて記憶になくて、すみません。と言うだけだ。頭も下げない軽い謝罪に、俺は呆れ返ってしまう。謝罪に来てもらっても取引は中止です。電話でそうお伝えしましたよね。俺は支店長に強い口調で言う。だが支店長は目を泳がせながらも意外なことを言った。私も遠山くんから聞き取りをしまして、何でもそちらの部下の方が先に挑発してきたとか、それでやむを得ず反論したと。1万円を破り捨てるなんてしていないって。は？俺は支店長の言葉につい大きな声を出してしまう。遠山は暴言を吐いたのを林のせいにした挙句、嘘をついたようだ。しかもそれを聞き入れる支店長にも俺は納得できない。それならばと思い、俺はスマホを取り出した。この動画に映っている人物、わかりますか？俺は SNS に投稿された動画を見せる。そこには、自身の銀行名を連呼し、俺に土下座を強要。さらに、1万円を破るまでの場面がすべて収まっていた。顔にはモザイクがかかっているものの、銀行名と支店名まで口にしているので、身元はすぐにバレるだろう。これは、支店長はさーっと青くなる。会場にいた誰かが動画を撮って SNS に上げたようです。今朝投稿したばかりなので閲覧者はそこまで多くないですが、ですがこれからどんどん拡散されていくと思います。ちなみに動画は会場で撮影していた人がいたから、もしかしたらとネットを探してみたら見つけたのだ。大手銀行員の暴言となれば世間が食いつくのは間違いない。実際に今この瞬間も閲覧者が増えている。これを見ても遠山は悪くないと。俺の言葉に支店長も遠山も黙り込む。しばらく沈黙した後、遠山が口を開く。俺は悪くない。俺を馬鹿にする奴らが悪いんだ。そのせいで俺は酒に頼らないと外に出られなくなったんだから。突然不満をぶちまけられて、俺は訳がわからなかった。支店長は大きなため息をつく。遠山は精神的に不安定でして、アルコール依存症という診断もされているのだとか。ただ本部から取引先のご子息だからうまくやれと言われて、私も何とか教育しようとはしているんですけどね。支店長は気だるそうに内情を話し出す。遠山の両親は資産家で銀行の太客らしく、息子をコネ入社させた。都心の支店に配属された遠山だが仕事ができなかった。後輩に抜かれるようになり、周囲にも脳なしだと馬鹿にされて、精神的に病んでしまったらしい。しかしプライドの高い遠山は大手銀行員という立場を手放したくなかったのだろう。休職と復職を繰り返し続け在籍していたのだとか。さすがにいつまでも都心の支店には置いておけないと異動となり、この土地に帰ってきた。懇親会の仕事も行くだけだからと思って行かせたんです。まさか酒を飲んでから行くなんて思わなくて。支店長は再びため息をつくが、俺は納得できなかった。懇親会は人脈作りの大事なビジネスの場です。あなたはそれを軽視して状態の良くない行員を向かわせたんですか？それは。俺の言葉に言葉を詰まらせる支店長。そして俺は遠山に向き直る。お前がどういう状況なのかは分かったよ。だからって酒飲んで八つ当たりして気持ちいいか？プライドを守る前にやるべきことがあるはずだぞ。俺の叱咤に遠山は黙り込む。そして小さく
悪かったとつぶやいた。二人は背中を小さくしてうちの会社を出て行ったのだ。その後、あの動画は削除されたものの、一時期はネット上で話題にされた。しかし、幸いにもというか、他の大きな不祥事や事件ですぐに人々からは忘れ去られたようだ。俺も動画にはモザイク状態で映っていたが、さすがに特定まではされず、仕事に影響が出ることはなかった。遠山は自ら辞職したという。辞職という形ではあるが、実質は解雇だと、顔なじみの行員からこっそり聞いた。そしてアルコール依存症を治す施設に行くらしい。管理が厳しいと有名なところだ。更生するか逃げ出すかは遠山次第だろう。支店長はというと、降格された上に地方へ飛ばされたようだ。俺が取引を中止した責任を取らされたに違いない。もちろんそれだけでなく、例の動画流出も関係があるとは思うが、大手銀行の内情までは俺にはわからない。さらに後日、うちの会社に遠山の両親がやってきた。遠山が俺の話をしたのかもしれない。息子をコネ入社させるなんてどんな親かと思ったが、予想に反して常識的な人たちだった。息子が迷惑をかけたと迷惑料を支払ってくれた上に、今後支援が必要だったら声をかけてほしいと言ってくれたのだ。まさか懇親会が資産家との人脈につながるなんて。林の冗談に俺も笑う。俺はこれからも大切な会社を守っていこうと思った。お前なあ、仕事くらいちゃんと取ってこいよ。部長は今日も俺を怒鳴り散らしてくる。しかも別に仕事を取ってこなかったわけではない。先方の都合で商談が延期になっただけなのだ。それなのに部長は、だから中卒はダメなんだよと言ってくる。俺は今日もため息をつくしかなかった。俺の名前はユージ、35歳の会社員だ。営業しているのだが、仕事が楽しくて気がついたら結婚もせずにこの年になっていた。親もそろそろ心配をしているところだ。とはいえ、ピンとくる人がいない。漠然と結婚したいとは思っていても、自分が結婚している未来が見えないのだ。それもあって、どんどん仕事にのめり込んでいった。しかし、状況が変わったのは数ヶ月前。お世話になった部長が定年退職で、新しく渡辺という男が部長になった。部長は50代で、ある役員の親戚らしい。でも、この役員は、社長と敵対している人物らしく、上層部には派閥があるそうだ。俺たちにはよくわからないが、噂話を聞いたことがある。部長は、その敵対している派閥の一員らしく、自分の気に入った社員を派閥に引き込んでいるようだ。俺は根っからの体育会系で、元気が取り柄だなんて周りからも言われるほどなのだが、どうやら部長は俺みたいなタイプは嫌いらしい。部長が俺に初めて話しかけた言葉は、お前うるさいんだよ、だった。仕事に関係ない雑談をしていたわけでもなく、朝の挨拶の声が大きくてうるさかったらしい。あ、すみません。と言ったものの、昔からの性格はなかなか変えられるはずもなく、部長には煙たがられていた。そして、ある時から、俺は部長の標的になったのだ。あれは、かなり大きな案件を取ってきた時のこと。ちょうどその時、社内の面談が行われている時期で、俺は大きな案件も取れたし、部長にも褒められるかも、なんて思いながら面談に挑んだ。しかし、部長は他の社員から聞いたらしく、お前、中卒なんだってな。と言ったのだ。続けて。俺は誰でも知っている有名大学の卒業生だ。
お前でも知ってるだろ。と、自分の出身校を言ってきたので、俺はうなずいた。俺とお前はこんなに学歴が違うんだから、中卒ごときが俺に話しかけるなよ。という。俺は何を言われているのかよくわからず、眉間にシワを寄せながら答えた。はい、わかりました。すると部長は笑い出す。わかればいいんだ。学歴もないお前はどうせ使い捨ての営業なんだから、バシバシ案件取ってこいよ。取れなくなったらクビだからな。俺はその言葉に戸惑い、何も言葉が出てこなかった。それを見た部長は、言ってる意味がわからないのか？さすが中卒だな。俺が言いたいのは、使い捨ての駒は寝る間も惜しんで働けってことだよ。体を壊したらそこまでだな。と笑った。俺の学歴を知った部長はそれ以来俺のことを中卒と呼ぶようになる。事実なのだが、さすがにそう呼ばれるのは頭にくる。でも、上司に逆らうなんてできるはずがない。まあ、部長も俺が結果を出し続ければ考えを変えてくれるだろう。そう思っていると、俺のスマホに一通のメールが届いた。ある人物からの飲みの誘いだ。俺はその誘いに乗り、夜に指定された居酒屋で落ち合う。先に居酒屋に入って待っていると、しばらくして、ごめん、遅くなっちゃった。と言って、同級生の京子が入ってくる。京子は中学の時の同級生で、なんと、うちの会社の社長秘書なのだ。社内で再会した時は本当にびっくりした。それに、あの男勝りだった京子が、ものすごく美人になっていたのにも驚いた。京子は、渡辺部長ってどう？と、探りを入れてくる。俺は、どうって、別に普通だよ。と言っていたのだが、京子から、他の社員が部長からパワハラを受けたという報告があると聞き、俺は少しずつ部長のことを話した。すると京子は部長が俺のことを中卒と呼ぶことに怒り始める。だってユージが中卒なのは。京子が興奮しながら立ち上がりかけたので、俺は京子を落ち着かせる。ああ、まあまあ、俺が中卒なのは本当のことだし、俺の生い立ちをわざわざ部長に話すまでもないよ。俺がそう言うと、京子はため息をついて席に座った。ユージがそう言うならいいけど、あんまりひどいようなら社長にも報告するから教えてよね。俺はその言葉にうなずく。その後、俺はそれとなく同僚に聞いてみたのだが、なんと同僚も部長のパワハラ被害に遭っているというのだ。それから数週間後、俺は部長に呼ばれた。おい、中卒。お前、今週末開けとけよ。ニヤニヤしながら言われて、俺は何か嫌な予感がした。ああ、何ですか？そう聞き返すと、部長はニヤニヤしたまま。ゴルフコンペがある。お前も行かせてやるよ。と言ってくる。そういえば、この間京子がそんなこと言ってたな。どうして俺が？そう思ったが、部長の次の言葉で、部長の考えの予想がついた。お前みたいな中卒に、ゴルフのルールが理解できるかはわからんが、これも社会勉強だ。こんな機会めったにないんだから感謝しろよ。それまでにせめて球を打てるようになっておけ。まあ、ゴルフは優秀な人間のやるスポーツだからな。お前はやったことないだろうが、スポーツは万能なんだろ。恥かかない程度になんとかしろよ。ああ、部長はきっと、俺を連れて行って、みんなの前で馬鹿にする気だ。俺みたいな奴にゴルフなんてできないと決めつけている。俺は込み上げる笑いをこらえていった。大丈夫です。ゴルフはやったことありますから。すると部長は、そうか。
当日が楽しみだな。と鼻で笑った。そしてゴルフコンペ当日、俺は少し緊張しながらも万全の準備をして臨んだ。よく逃げずに来たな。と言ったのはブランド品のゴルフウェアに身を包んだ部長。部長はキョロキョロとあたりを見回していった。あの社長秘書、相変わらず目の保養になるよ。確かお前と同じくらいの歳のはずだが、お前みたいな中卒の営業と美人の社長秘書なんて住む世界が違うよな。その社長秘書は京子のことだ。部長が俺と京子が同級生なんて知るはずもない。部長はニヤニヤした下品な顔で京子を見ていた。俺は思わず、あんまり見ない方がいいんじゃないですか。と言ったのだが、部長は、何言ってるんだよ。中卒がジロジロ見ていたら相手も嫌な気分だろうが、俺は部長だぞ。むしろ嬉しいだろ。と、よくわからないことを言うので、俺はため息が出てきた。俺の他にも、各部署から下っ端が何人か参加させられている。みんな肩身が狭そうだ。俺だって、社長や役員もいる中で緊張していた。部長は自分の親戚でもある役員に向かって俺を紹介したのだが、こいつ中卒なんですよ。この間なんか決まりかけてた大きな案件を逃しましてね。本当に無能なんですよ。俺が指導しているんですが、無能には何を教えてもダメなんですよね。と笑う。その案件は単に先方の都合で商談が延期しただけで、逃したわけではない。その説明は部長にもしているのに、部長は俺を馬鹿にするためなのか、わざと俺の評価を落としてくる。それに部長に何かを指導された覚えはない。そんな話を笑いながら聞いている役員も疑問だ。まあ、そういう親戚同士なのだろう。俺は周りの機嫌を損ねないよう、なんとか笑顔で乗り切った。そして、ほら、中卒、お前の番だよ。と部長に言われ、俺はゴルフボールを打つ。そのボールはあまりいいものではなかった。すると、部長は俺を指さして笑う。無能はゴルフもゴミ以下だな。近くには社長もいるのだが、部長は社長にまで聞こえるような声で続けた。ゴルフは紳士のスポーツだからやっぱり中卒のお前には無理だったな。やっぱり邪魔だ。お前は球拾いしとけ。大きな声でそう言って笑う。部長の親戚である役員もこちらを見て笑ってきた。俺はさすがに頭に来て思わず口を開く。部長、前から言おうと思っていましたが、無能とか中卒とか、そういった発言は控えてもらえませんか。突然の俺の言葉に、部長はこちらをギロリと睨む。はあ？何言ってるんだお前。俺は冷静に言い返した。僕は確かに中卒ですが、それを毎回言われるのはさすがによくは思いません。契約もきちんと取ってきているし、無能と言われるほど仕事をしていないとは自分では思っていないのですが。なるべく冷静に波風を立てないように反論したつもりだったが、それは無理なことだった。部長は俺を睨みつけた後に役員と一緒に笑い出す。お前、俺に反論するなんて頭大丈夫か？俺は本当のことを言っているだけだ。自分は仕事ができるなんてお前の思い過ごし。中卒程度の頭で仕事ができるほど人生甘くないんだよ。俺がちらりと社長の方を見ると、社長は眉間にシワを寄せていて感情が読めない。ただ隣にいる秘書の京子はものすごい顔で部長を睨みつけていた。部長は俺に言ってくる。それなら一つ賭けをしよう。このゴルフで俺よりお前のスコアの方が高ければ今までのことを謝罪するし、お前の要望を受け入れよう。
その後、部長はにやりと笑い。だが、俺が勝ったら、お前は自主退職しろよ。お前みたいな元気だけが取り柄の体育会系、いるだけでうざいんだよ。という。俺は一言、わかりました。と宣言した。部長は、俺なんかにゴルフができるわけないと思っているようで大笑いした。中卒って本当にバカだな。俺に勝てると思っているのか。大した度胸だ。そして部長は京子に視線を向けて、君もそう思うだろう？という。今まで部長を睨みつけていた京子だが、部長が視線を移すとパッと笑顔になった。そして、京子はとんでもないことを言う。部長、終わりですね。笑顔で言う京子の言葉を聞いて、部長は首をかしげた。え？一瞬沈黙が流れたが、京子が笑顔で、頑張ってくださいね。と言い、部長は張り切り出した。しかし、ここからは俺の反撃だ。さっきは手加減というか、わざと下手なふりをしただけ。俺が本気を出すと、途中から部長の顔色は悪くなっていく。それを見るのは面白かった。結局、大差で俺は勝利。俺からすれば当然の結果なのだ。部長、約束は守ってくださいね。俺は呆然としている部長に言った。部長は、何かの間違いだ！とつぶやく。そこへ京子がやってきて言った。間違いなわけないじゃないですか。え？部長が顔を上げると、京子は笑顔で説明する。ユージは元プロゴルファーですよ。部長は目を見開いた。高校には通っていましたけど、ゴルフに専念するために中退。そこからはとんでもない成長を続け、ゴルフ界では有名でしたよ。テレビにも何度も出ているので、知っている人も多いんじゃないでしょうか。ね、社長。京子はそう言って社長を見ると、社長は大きくうなずいた。社長は俺のところにやってきて。私も君の活躍は見ていたよ。怪我で引退した時は本当に残念だった。社内で君を見た時似ていると思ったんだが、まさかあのプロゴルファーがうちの会社にいるなんて思わず、他人の空似だと思っていたんだ。名字も違うからてっきり別人だと思っていた。さっき京子さんから聞いて驚いたよ。あの有名なゴルファーが、京子さんの同級生で、しかも我が社の社員だったなんて、私は感動しているんだ。と、俺に握手を求めてきた。実は、俺の父はプロゴルファーだ。その影響で、俺も幼い頃からゴルフを始め、中学の頃には、テレビの取材も来て、ちょっとした有名人だった。高校には進学したが、父の指導が厳しく、両立なんてできるはずがないと言われ、確かにそうだと思った俺は高校を中退、ゴルフに専念したのだ。数年でかなりの成績を残したのだが、無理がたたって体を壊してしまい、怪我が頻発。父は俺に見切りをつけ、母と離婚して出て行った。母は父に激怒し、俺もそんな父に絶望して、父に恩はあったが、父の名字を名乗ることが苦しくなり、母の旧姓を名乗ることになった。今の俺の名字は母の旧姓なのだ。だから、社長が昔の俺の活躍を知っていたとしても、名字が違うので気づかなかったというわけだ。それに、あの頃はゴルフで日焼けして真っ黒だったが、今はそこまで黒くないし、パッと見ではわからないだろう。ちなみに、ゴルフから離れて何年も経つので、今は怪我の影響はない。ゴルフは、たまに休日に行く程度だ。すべてを知った部長は青ざめている。俺は部長に、先ほど何かの間違いだとおっしゃいましたよね。
僕はいつでも勝負を受けますが、どうしますか?と聞いた。部長は青ざめたまま俺を睨みつけ。俺のことを騙したのか?なんてやつだ!と怒鳴る。騙した覚えはありませんし、勝手に勝負を挑んできたのは部長ですよ。と返すと、京子が口を挟んだ。そうですよ。約束通り、ユージに謝罪を忘れないでくださいね。さっきまで笑顔だった京子が部長を睨みつけている。京子は昔から怒ると怖いのだ。部長の親戚の役員は先ほどから姿が見当たらない。都合が悪くて逃げ出したのだろう。部長は他の社員からも視線を浴びて、仕方なく俺に頭を下げた。すみませんでした。すると社長が、渡辺くん、言葉だけの謝罪は意味がないんだよ。君は何に対して謝っているんだ?と厳しい言葉を投げかけた。部長は悔しそうに舌を噛んでから、今まで中卒、無能と言って申し訳なかった。とつぶやくような声で言う。俺は頭に来ていたので思わず、聞こえませんけど、と言った。部長は眉間にシワを寄せたままもう一度繰り返す。申し訳ありませんでした!やけになっている大きな声だ。俺は、上司である部長に口答えする気はありませんでしたが、同僚から部長にパワハラを受けているという声も聞き、部長の振る舞いが許せなくなりました。と、はっきりと宣言する。部長はパワハラを否定するが、社長が、本人はもちろん否定するだろう。しかし、そういう声があるということで、社内調査中だ。と言った。俺は続けて、昨日、俺の同僚にも無能だ、クズだと言って、書類を叩きつけていましたよね。同僚が呼ばれていって気になったので後をつけたんですよ。それと、証拠に動画も撮ってあります。もう言い逃れはできませんからね。と部長に向かって言うと、部長の顔は真っ青になった。部長は震える声で反論する。違うんだ。あれはただの指導で。しかし、俺は昨日撮った動画を社長もいる前で再生した。これが指導?僕にはパワハラにしか見えませんが。部長が同僚を怒鳴りつけている動画を見ながら俺が言うと、京子もうなずいた。私もパワハラにしか見えませんね。そして社長もうなずく。部長は顔面蒼白で、その場に崩れ落ちた。その後、部長はパワハラの証言がいくつも出てきて、降格、減給処分になった。平社員になった元部長は、親戚の役員からも切り捨てられたようで、役員への文句をブツブツ言っている。最初は降格しても今まで通り怒鳴り散らしていたが、元部下が上司になり、だんだん居づらくなったようで、つい先日退社した。ちなみに元部長は相当なゴルフ好きだったそうだが、あの日を境に全く行かなくなったらしい。俺はあの傲慢な元部長に完全勝利したと社内でも噂になり、俺の正体はバレたが、みんなからよくやったと言われている。そして社長からはゴルフの指導をしてほしいと言われ、今では一緒にゴルフに行くこともある。もう一つ、社長とゴルフに行くときは京子も一緒なので、京子との距離もますます縮まり、気がつけば結婚を前提に付き合うことになった。社長も応援してくれているし、そろそろ親を安心させられるかもしれないと思っている。お前が企画書を出すのか?そう言われて俺はうなずいた。ええ。関係者なら誰でも企画書を出せると聞いたので。すると相手は鼻で笑い、いきなり俺の企画書を破り捨てる。それが何を意味するのか、相手は知らなかったのだろう。俺の名前はトシヤ。
33歳の会社員だ。建築会社で働いている。うちの会社は店舗や商業施設のデザインや設計が多く、俺も建築デザイナーとして忙しい毎日だ。トシヤ、この間のレストラン、お客様からも評判がいいって連絡来てたぞ。社長はそう言って俺の肩を叩いた。社長は俺の高校の先輩で、この業界に誘ってくれた人だ。社長の名前は玉木さん。俺は大学を出てから玉木さんとは別の事務所で働いていた。でも玉木さんが独立するときに事務所を辞め、玉木さんの会社へ転職したのだ。俺はこの仕事が面白くて、どんどんのめり込んでいき、いつの間にか社内ではトップの成績を維持するようになった。大口の取引先の仕事も俺がメインで受け持っているので、なかなか忙しい毎日を送っている。最近ではこの大口取引先から依頼された小規模の商業施設の仕事が終わったばかりだ。完成したので俺の仕事は終わったのだが、気になる点があった。担当者が途中で変わったが、新しい担当者はろくに挨拶にも来なかったのだ。その担当者の名前は佐藤。まだ20代で若い。俺が佐藤と会ったのは、完成した商業施設を見に行った時だった。俺の方から挨拶に行くと、ああ、とも。とだけ返された。え、それだけ？と思ったが、あっけに取られて、それ以上言葉が出てこない。後から聞いた話だが、この佐藤は役員の息子だかでコネ入社らしく、仕事ができないくせに上司からは可愛がられているという。きっと上司も力を持っている役員の息子を可愛がっておけば、自分にも出世の道が開かれると思うのだろう。それと佐藤はどうやら俺を下請けと勘違いしているようだ。下請けだからといってこんな態度をとっていいわけないのだが、まだ挨拶しかしていないけど、話を聞いて佐藤はコネ入社の無能な社員だと納得してしまった。とはいえこの会社との付き合いはまだある。それは佐藤との付き合いもあるということだ。当たり障りなくしておこうと思った。それからしばらくして、他の仕事が一区切りしたときに、玉木さんから声をかけられる。トシヤ、今度のこの企画、向こうの社長がお前に頼みたいって。それは、佐藤の会社の仕事だった。大きなショッピングモールの建設が始まるらしく、全体のデザインを頼みたいということらしい。あそこの社長、トシヤのことをお気に入りだもんな。玉木さんが笑いながらそう言った。取引先の社長は、俺の仕事を認めてくれているようで、随分と俺のことを気に入ってくれている。しばらく大きな仕事はないし、俺は玉木さんに言った。わかりました。じゃあ企画書を作ればいいですね。すると玉木さんは、そうなんだけど、企画書を出すのはお前だけじゃないらしいんだ。と言う。え？仕事を頼みたいって言ってきてるのに、企画書を出すのは俺だけじゃないってどういうことですか？俺は首をかしげた。玉木さんが言うには、どうやら役員の肝入り案件らしく、俺たちの事務所に頼むより、自分たちの会社でデザインをし、必要なところだけ外注をすればいい、という方向で考えているという。ただ、取引先は、モール全体のデザインをやってきたことがないし、こんなに大きな案件でこけるわけにもいかない。それに、
社長は俺を担当に推している。それならばと社内や関連会社を含めコンペをすることになったそうだ。関係者なら誰でも企画書を出せるって聞いてるけど、実績から言ってお前が採用される可能性は非常に高い。それを踏まえて企画書を作ってほしいんだ。玉木さんにそう言われると、俺は他の人に負けてたまるかと思い始めた。1ヶ月後、俺は企画書を作り上げ先方に提出に行った。締め切りにはまだ早いが、俺は他の仕事に着手しなければならなくて、早めに企画書を作り上げたのだ。企画書は佐藤に出すように言われている。ついでにもう一度しっかり挨拶をしておこうと思いながら、俺は通された応接室に入った。しばらくすると佐藤が後から入ってくる。俺は起立して、ご無沙汰しております。今回お話しいただいた企画書をお持ちしました。と言う。佐藤は、お前が企画書を出すのか?と半笑いで言った。ええ、関係者なら誰でも企画書を出せると聞いたので。俺は佐藤の言葉の意味がよくわからなかったが、そう言ってうなずく。佐藤が手を出してきたので企画書を渡した。すると次の瞬間、とんでもないことが起こったのだ。俺の企画書はビリッと大きな音を立てて目の前で破り捨てられた。え?俺がその光景を呆然と見ていると、佐藤はにやりと笑う。お前下請けだろ?下請けごときが企画書?出したところで採用されると思ってんの?佐藤は俺を下請けだと勘違いしたまま見下してきた。下請けなんて俺の言いなりだろ?物事も自分で考えられないし、そんなの底辺だな。下請けなんてゴミだよ、ゴミ。俺は佐藤の言葉に混乱してしまう。俺はどう言ったらいいものか迷った。俺が、企画書は出せないということですか?と聞くと、佐藤は俺の顔を見て腹を抱えて笑い出す。当たり前だろ?何考えてんの?お前の企画はゴミ以下だ。帰れ。俺はその言葉で悟った。佐藤は何も知らないのだ。同僚から無能と言われるだけある。底辺が出した企画はゴミだというのか。それならどっちが底辺なのか思い知らせてやる。これから佐藤の身に起こることを考えると怒りが湧くことはなかった。これが御社の回答ですね。よーくわかりました。そう言ってにっこり笑う。え?俺の態度を疑問に感じたらしく、佐藤は間の抜けた声を出す。俺はすぐに応接室を出て受付に向かった。おい、どこへ?佐藤はそう言いながら俺についてくる。俺は受付で社長を呼んでもらうように言った。お前何言ってんだよ。社長がお前なんかに会いに来るわけないだろ?ただの下請けなのに。佐藤はそう言ったが、受付は昔から知っている女性なので、何も言わずに社長を呼んでくれる。少々お待ちください。それよりも佐藤さん、何言ってるんですか?彼はうちが一番お世話になっている建築デザイナーですよ。受付の女性がそう言うと、佐藤は再び、え?とつぶやいた。そして、俺は受付の女性から、応接室で待つように言われたので、戻って椅子に座る。事態が飲み込めないようで、佐藤はキョロキョロしながら俺の後をついてきた。するとすぐに
社長が応接室にやってきた。としやくん、企画書ができたって？社長は50代でまだ若く、フレンドリーに接してくれる。ニコニコとそう言ってくれたが、俺は落ち込みながら、すみません、企画書はなくなりました、と言った。その瞬間、佐藤が青ざめる。俺は社長の目からは見えていなかった、さっき椅子の陰に投げ捨てられた企画書を拾う。佐藤に破られたので、これを提出なんてできない。それは？社長に言われ、俺ははっきりと言った。俺の企画はゴミ以下だそうです。先ほど、そちらの佐藤さんにそう言われました。その瞬間、社長の表情が変わる。どういうことだ？社長が佐藤の方を向くと、佐藤はみるみる青ざめる。いえ、その、俺がちょっと勘違いして。何か言い訳をしたいようだが、うまく言葉になっていない。俺は佐藤の言葉を補足してやる。俺のことを下請けだと勘違いしたそうで、企画書も見ずにゴミ以下だと言って破り捨てました。下請けだろうが、下請けじゃなかろうが、そんな行動はどうかと思いますけどね。佐藤は驚いた顔を俺に向ける。どうしてそんなことを言うんだ、とでも言いたげだが、俺はもちろん気にしない。社長の顔はこわばっていく。社長、申し訳ありません。今日企画書をお持ちすると連絡していたのに、俺の企画書はお見せできそうにありません。俺が社長に向かってそう言うと、社長は佐藤をギロリと睨んだ。どういうことだ？君の父親の肝入り案件だぞ。それを君の一存で企画書を破り捨てる。としやくんには俺からお願いしたのにどうしてくれるんだ？佐藤はしどろもどろになりながらも、でも、父さんがこの案件は絶対に成功させるって言ってたので、俺は俺なりに選定しただけです。と、社長に口答えしている。肝が据わっているのか、ある意味尊敬してしまう。佐藤は続けた。外部の人間より、うちの会社の人間の方が、いい企画を出せるに決まってますよ。こんな奴の企画を採用するくらいなら、俺の方がすごいに決まってます。佐藤は役員の息子という肩書きがあるから、調子に乗っているのだろう。でも、どう考えても、社長に逆らうなんて得策ではないのだが、どういうつもりなのかさっぱりわからない。社長は強い口調で言った。だったら、今すぐ君の企画書を出してみろ。そう言うと、佐藤はうなずいて応接室を飛び出していく。本当に持ってくるつもりのようだ。社長もあっけに取られているので、俺は口を開いた。大した度胸ですね、彼。社長は呆れながら俺に頭を下げる。本当に申し訳ない。佐藤にもよく言っておく。私はぜひとしやくんの企画書を見たいんだ。そう言って社長は破られた企画書を見始めた。その時応接室のドアが開き、佐藤が戻ってくる。これが俺の企画書です。先ほどまでの青ざめた表情はどこへやら、自信満々に社長に企画書を渡した。社長は難しい顔をしてそれを受け取り、パラパラと眺め、ため息をつく。そして佐藤の企画書を俺に見せてきた。俺はそれを覗き込むと、企画書とは思えない非現実的な数字が並んでいるし、何もかもがめちゃくちゃだ。無駄にお金をかけて、単に赤字を生み出すだけになるだろう。社長は佐藤を見て、
この程度の企画書しか作れないのに、人の企画書を評価したというのか。と言う。自信満々だった佐藤は、その言葉に社長を睨みつけた。俺の渾身の企画書ですよ！もっとよく見てくださいよ！さっきまで怒っていた社長は、完全に呆れてしまっている。俺は社長の代わりに口を開いた。悪いけど、よく見なくてもこの企画書が採用されないことはすぐにわかりますよ。あなた、社長にまでそんな態度をとって何様なんですか？すると佐藤は俺を睨みつけてきた。俺は役員の息子だぞ！父さんが言ってたんだ。社長はもうすぐ引退するから、父さんが次期社長だって。だから俺は社長令嘱になるんだ。そしていずれ社長になる。なんだかとんでもないことを言い始める佐藤。俺は困惑したが、社長の方が困惑しているようだ。私は引退するなんて一言も言ってないぞ。すると応接室のドアがノックされ、男性が入ってきた。父さん！佐藤が声を上げる。どうやらこの人が佐藤の父親のようだ。父親は俺と目が合うと会釈をし、何とも言えない空気を察して佐藤に耳打ちをする。この状況は、佐藤が答えるよりも早く社長が口を開いた。私が引退して君が社長を継ぐなんて誰が言ったんだ？その言葉を聞いた瞬間、父親は顔面蒼白になる。いえ、それはその、願望と言いますか、いずれそうなったらいいなと。最後の方は笑ってごまかしているが、社長の表情はピクリとも動かない。しかし佐藤は空気を読めないのか、え？嘘だったの？と口を挟んだ。俺が思うに、この父親の肝入り案件を成功させれば、社長からの評価が上がる。そしていずれ自分が社長になる。もしくは案件を成功させれば、社長になれるくらいの支持を得られる。そんなことを息子に話したのではないだろうか。それを佐藤が盛大に勘違いをしてしまったと。それにしても社長に立てつくなんておかしな話だ。佐藤は上司にチヤホヤされて、自分の存在自体も勘違いしているのだろう。まあ最初からそういう性格なのかもしれないけども、俺は一息ついてから口を開く。申し訳ありませんが、私はそろそろ次の用事がありますので、今回社長からお話をいただいて、本日企画書を持ってまいりましたが、担当である佐藤さんにゴミ以下だと企画書を破り捨てられました。これが御社の回答ということでよろしいですよね。もともと自社で企画をし、必要なところだけ外注するという話だったそうですし、この件に関して私は降りさせていただきます。佐藤はどういうことか分かっていないようで首をかしげる。父親はようやく俺がいた状況を理解したのか、慌てて俺の前で頭を下げ始めた。そういうことではありません。申し訳ありません。実は社内で出された企画書を見たところ、採用できるようなものがなく、やはりこの件は、としやさんに頼むしかないだろうと、先日社長と話していたところなんです。なので、あなたに降りられてしまうと、この案件自体が。社長も続けて頭を下げる。としやくん、この埋め合わせは必ずさせてもらう。もう一度企画書をいただけないだろうか。社長にまで頭を下げられては仕方ない。社長、頭を上げてください。少なくとも私は社長のお役には立ちたいと思っています。ただ、佐藤さんが担当者であれば、
今後御社との仕事はしません。それに今回の件に関しても佐藤さんからきちんと謝罪をいただかなければこちらとしても納得がいきません。今日はもう時間がないので後日回答をいただければと思います。そう言って頭を下げ、俺は次の打ち合わせに向かった。数日後、うちの事務所に社長と佐藤が謝罪に来た。申し訳ありませんでした。ふてくされたような顔で謝罪をする佐藤。俺はその態度が気に入らず、本当に謝る気あるの？何に謝ってるの？謝れって言われたからとりあえず謝罪しに来たんでしょ？と問い詰める。何やらもごもごと口を開くので、俺は、はっきり話してもらわないと聞こえません。心から謝罪をする気がないのなら帰ってください。俺も暇じゃないんで。と言った。すると、俺の顔を見て涙目になって、俺は父さんが言っていたことを話しただけで、俺は悪くないんだ。と訴え始める。社長が何か言おうとしたが、俺はそれを制した。佐藤さん、いい歳してその言い訳は通用しませんよ。社会人として言っていいこと、やっていいこと、そんなこともわかりませんか？俺の企画書を破り捨てたのも、あなたは自分が偉くなったようで、いい気分だったかもしれませんが、相手の気持ちを考えたことがありますか？それに、父親が役員だというだけで、あなたがその地位になったわけでもない。むしろあなた平社員でしょ？取引先である俺は、あなたが役員の息子だろうが関係ない。一人の担当者として見ているんです。社内ではチヤホヤされているかもしれませんが、社員の自覚を持って自分の仕事をこなすべきだと思いますよ。そこまで言うと、佐藤は顔を歪ませ涙をこぼした。そして、すみませんでした、とつぶやく。社長は俺に再度謝罪をして、佐藤を担当から外すことを約束した。佐藤の処分は検討すると言って帰っていった。結局、佐藤は他の支社への移動を命じられたが、自主退職を選んだという。佐藤の父親は、方々に平謝りし、コネ入社させた責任を取って、降格、減給処分になったらしい。佐藤は退職した後は、自分の力で就職しようとしているそうだが、未だに決まらず、実家にいると甘えが出るからと、父親が佐藤を追い出したと社長から聞いた。それから俺は、ショッピングモールの企画書を改めて提出。年単位での建設が終わり、ようやくオープン日が決まった。トシヤ、やっぱりお前はさすがだよ。ショッピングモール、オープン前から話題になってるじゃないか。デザインも好評だし、社長の俺も鼻が高いよ。玉木さんはそう言って俺の肩を叩いた。一時はどうなることかと思ったけど、一仕事を終えて俺は胸をなで下ろす。大きな仕事だったので評判が広まり、他の仕事も舞い込んできた。ますます忙しくなりそうだ。おっさん、そんなところで何してんの？高2の春、ろくに学校も行かなかった俺は、夜の公園で他校の生徒たちに絡まれているおじさんを見つけた。自分の父親と話しているとか、知り合いと話しているという雰囲気ではなく、俺は声をかける。その三人組は俺の顔を見るなり、もういい、行こうぜと言って去っていく。それから15年の月日が経ち、このおじさんとあんな再会をするとは思ってもみなかった。俺の名前はマサヤ。32歳の会社員だ。建築関係の会社で働いている。俺の父は
俺が幼い頃に事故で亡くなっていて、俺は母と暮らしていた。俺が中学に入ると、突然母が知らない男性を連れてくる。今日からあなたのお父さんよ。そう紹介された。義父は銀行員で、資産はそれなりにあるようだった。これで貧乏生活から脱出できる、と思ったのもつかの間、義父は俺を邪魔者扱いするようになる。それもそうだ。義父にとって、俺は邪魔な存在だろう。俺は家に帰るのが嫌になり、次第に荒れていった。それなりに良かった成績も急降下。俺は底辺高校と言われる高校に入学した。いつもテストの点数はギリギリ。学校が終われば街をぶらついたり喧嘩をしたり、今考えても無駄な時間を過ごしたと思っている。そんなある日、ぶらっと立ち寄った公園で、おじさんが他校の生徒に絡まれているのを見た。一見真面目そうな高校生だが、おじさんに小遣いをせびっているようだ。なんとなくイライラしていた俺は、おっさん、そんなところで何してんの？と声をかけた。すると三人組の他校の生徒は、俺の顔を見て逃げるように去っていく。おじさんはスーツ姿ではあるが、仕事帰りという雰囲気でもない。あいつらが去っていった後もおじさんは動かない。ああいうの多いからかもられるぞ。俺はおじさんに声をかけると、おじさんは、ああ、ありがとう。と小さな声でつぶやいた。なんだこのおっさん、と思ったが、俺はなんだか気になってしまって、おじさんの隣に座る。おじさんの様子は明らかに変で放っておけない。でも話すことも見つからなかったので、俺はふと身の上話を始めた。今までそんな話をすることはなかったのに、気まぐれで話す。終わった後におじさんに聞いた。おっさんは？すると、おじさんはリストラをされて、これからどうしたらいいのか、いっそ自分がいなくなれば、保険金が降りて家族が生活できるだろう、とまで考えているらしい。おじさんには、俺と同じ年の娘がいることも話してくれた。それを聞いた瞬間、はあ？おっさんがいなくなった後の生活、想像したことあんのかよ。俺を見てみろよ。あんたの娘がこうなってもいいのか？と怒鳴った。そこでおじさんは初めて俺とまともに目を合わせる。そしてなぜか俺に礼を言った。実は、やりたい仕事はあるんだ。とおじさんが言うので俺は、だったらチャンスじゃん。と軽く言う。おじさんはもう一度俺の顔を見てうなずき頭を下げた。それから数ヶ月後、俺はいつもの公園で時間を潰していると、後ろから声をかけられる。あのおじさんだった。まさやくん、ありがとう。君のおかげで俺はやりたかった仕事を始めることができたよ。そういえばあの時、名前を教えたなぁと思い出した。おじさんはキラキラした顔で言ってくる。その時の俺にはよくわからなかったが、おじさんは建築士の資格を持っているらしく、建築デザイナーになるのが夢だったそうだ。でも親が大企業勤めだからと、無理やり同じ会社に入れられたという。その会社がリストラにあったところだ。リストラにあった時は、すでに親は引退していたらしく、どうにもならなかったらしい。今、おじさんは建築事務所に所属し、新しい道を歩み始めたそうだ。その時、俺は自分の夢って何だろうと考えたけど、何も浮かばなかった。そもそも高校もろくに行っていないし、この先どうやって生きていくのかも分かっていない。でも、
今すぐにでも家を出たいのは確かだ。あのギフト、昔と変わってしまった母とは一緒に暮らしたくもない。そう言うとおじさんは、社宅がある建築作業員とかなら紹介してあげられるけど、まずは高校を卒業したらどう？と言う。しかしそれから数日後、俺はギフと大喧嘩をした。なんだその金髪は！学校にも行かないならやめちまえ！近所の目を考えろ！本当にお前は恥ずかしい奴だな！一方的にそう言われ、俺も、だったら出てってやるよ！高校もやめてやる！と言ってしまった。昔はあんなに俺の味方をしてくれた母も、今では義父の味方だ。義父のことが好きなのか、生活のためなのかはわからないけど、俺にはそれも気に入らなかった。マサヤ、お父さんの言うこと少しは聞きなさい。と母は言う。俺は義父のことを父だなんて思ったことはない。最初は父親ができると喜んだ面もあったが、邪魔者扱いをされて、そんな気持ちはすぐに砕かれた。俺は家を飛び出して、気がつくと、あのおじさんが働いていると言っていた建築事務所の前にいた。しばらくすると、仕事が終わったのか、中から人が出てくる。おじさんが俺の姿に気づいた。俺は、この間言っていた仕事、俺でもできますか？と言った。おじさんは目を丸くしたが、俺の事情を聞いて先方に連絡を取ってくれる。紹介はするが、ご両親にきちんと話すことが条件だ。それにすぐに紹介できる社宅は隣の県だぞ。おじさんはそう言って俺の意思を確認する。俺の意思は固かった。母に話すと複雑そうな顔をしたが、義父は、とっとと出てけ！高校もさっさとやめろ！中卒の出来損ないが！と言う。後日あのおじさんは、津田の紹介といえばわかるようにしてあるから。と言って名刺をくれ、俺を送り出す。俺は高校を辞め、隣の県の社宅に入り、建築作業員として働き始めた。それから数年、現場で頑張っていたが、俺は先輩に勧められ、空いた時間で勉強し、取れる資格をどんどん取得する。おかげで今は給料も上がり、夢もできた。それは建築デザイナーになること。あのおじさん、津田さんからは名刺をもらっていたが、ようやく仕事も落ち着いたと思い、連絡をしてみた時には2年以上経っていた。しかし、名刺に書いてある会社の番号に連絡したのだが、津田さんは会社を辞めて今はいないと言われる。携帯番号は載っていなかった。社長に聞いてみようとも思ったが、俺みたいな平社員が社長に慣れ慣れしくできるはずもなく、それっきりになってしまった。俺は現場の人手が足りているときは事務所に入っていろいろ勉強させてもらっている。事務所には少し前に新しく部長が入ってきたのだが、この部長が俺の存在を否定していて、作業員が何をしているんだ！と言ってくる。先輩や上司がフォローしてくれるが、お前中卒なんだって？俺はな、お前みたいなバカでも知ってる。名門大学出身なんだ。と部長に言われた。確かにその大学は俺でも知っている名前だし、きっとすごい学校なのだろう。でも大学というものに興味がなさすぎて、それについては何とも思わなかった。部長は社長の親戚らしく、どうやら以前の職場でリストラにあって、コネで入社したらしいという噂が広がっている。部長に言われっぱなしでも、社長に雇ってもらった恩もあるし、この会社を辞めようなんて微塵も思わなかった。それからしばらくして、
取引先との懇談会があるから出席してほしいと言われる。しかし懇親会の会場に行くと俺の名前だけなぜか一人席に置いてある。現場を手伝っていて来るのが遅くなってしまった。もしかしたらこの名前のプレートは自分でテーブルまで持っていくのだろうか、それとも誰かの間違いなのだろうか。キョロキョロしていると部長がやってきた。お前の席はそこだぞ。中卒は末席が似合うな。たまには中卒でも役に立てよ。お前は注文係だ。ニヤニヤと笑って言った。そこへ先輩が来てくれて。部長、変な冗談やめてくださいよ。マサヤは俺たちのテーブルに移動しますね。と言う。でも部長は。こんな中卒をかばってると君の評判まで落ちるぞ。と先輩に向かって笑い、先輩を手で追い払う。俺は先輩まで巻き込むのが嫌で口を開いた。部長、わかりました。ここで大丈夫です。そう言うと、部長は俺の方を向き、大声で笑い始める。中卒なりにようやくまともなことが言えるようになったじゃないか。俺はイラッとしたが、せっかくの懇親会の場でことを荒立てたくない。そう思いながら黙っていると後ろから足音が聞こえてきた。部長は足音の方を向いて、津田社長と声を上げる。俺が振り返ると社長と呼ばれた人が、まさやくんだよなと俺の顔を見る。俺がその人の顔をまじまじと見ていると、部長が俺に小声で、どうして取引先の社長がお前のことを知ってるんだ?と言ってくる。俺はその瞬間、ようやく相手が誰かわかり、部長を無視して口を開いた。津田さんですか?その節はお世話になりました。ご連絡もできずにすみません。そう。この人は俺に仕事を紹介してくれたあのおじさんだ。津田さんは10年ほど前に独立し、今はビルやショッピングモールのデザインなんかもやっているらしい。津田さんは連絡できなかったことには全く怒っていなくて、俺がまだ仕事をしていてくれてよかったという。すると部長が空気を無視して、この中卒、身の程知らずなんですよ。今じゃ事務所にも出入りするようになってますよ。と言ってきた。しかも、今時中卒ですよ。信じられます?仕事ができなくて、いつも俺の足を引っ張るんですよ。あ、今日こいつは注文係なので、社長もお申し付けくださいね。と言う。津田さんは部長を無視して俺を見た。そして落ち着いた表情で、あなたのおかげで今の会社があります、と言う。部長は険しい顔で俺を見た。どういうことだ?お前みたいな中卒が社長の力になれることなんてないだろ。それを聞いた津田さんは笑い。中卒の何が悪いんですか?まさやくんは私の恩人だ。あなたは名門大学を卒業されているんでしたっけ?以前雑談していた時におっしゃっていましたよね。でも人間性や常識は学歴ではわかりませんからね。と言う。部長は津田さんの言葉に戸惑っていたが、俺を睨みつけて口を開いた。なんでお前が社長の恩人なんだよ。明らかに不機嫌な部長に俺は説明する。恩人なんて言うほどのものじゃありませんよ。ただ、たちの悪い連中を追い払っただけですから。はぁ?部長は首をかしげる。津田さんは、それだけじゃないだろ。まさやくんがいなかったら、私は今みたいになっていない。それどころか、この世にいなかったかもしれないんだ。まさやくんは私にとって恩人なんだよ。と言う。
俺はその言葉に少し恥ずかしくなった。俺みたいな人間でも誰かの役に立つことができたならよかった。津田さんと話していると無視されているのが気に入らなかったのか部長が怒り出す。お前は中卒のくせに上司の私を差し置いて何話してるんだ。相手は取引先の社長だぞ。お前なんかが話せる存在ではない。その勢いに俺は思わず、ああすみませんと謝る。しかし部長の勢いは止まらない。そもそもお前みたいな中卒がなんでうちの会社にいるんだ。私みたいなエリートと同じ会社にいるなんて信じられんよ。どうせ役にも立たないんだし、そろそろ辞めたらどうだ。俺を一方的に責める部長。そこまで言うとにやりと笑った。あーでもお前みたいな中卒はうちの会社辞めたら行き場所なんてないか。いやー本当に学歴がないっていうのは惨めだな。部長はここぞとばかりに俺を中卒だとバカにしてくる。いつも言われていたことだし、なんとか耐えていたが、部長が津田さんの方を見て俺の肩を叩き出した。どうしてうちの社長はこんな出来損ないを雇ったんでしょうね。こんな中卒、経費の無駄ですよ。その瞬間、俺の怒りは爆発した。なんせ俺をこの会社に紹介してくれたのは津田さんだ。この言い方では津田さんまでもバカにしているように思える。部長、俺を紹介してくれたのはこの津田さんなんですよ。学歴なんか関係なく中卒の俺でも働ける会社を紹介してくれたんです。確かに俺は中卒ですけど、自分の仕事はしっかりしています。俺は雇ってくれた社長や紹介してくれた津田さんに恥をかかせたくないと思ってずっと一生懸命働いてきました。そう言うが部長のにやけ顔は止まらない。だから中卒ごときが一生懸命働いたってエリートにはかないっこないんだよ。俺は唇を噛みしめる。するとその時津田さんが口を挟んだ。まさやくんの活躍はお宅の社長から聞いていますよ。資格も取得して大いに戦力になっているそうです。まさやくんの邪魔をしたくなくて私は直接連絡していませんでしたが、社長とは話す機会がよくあるのでまさやくんの様子を聞いていたんです。今社長が頼りにしているのは部長のあなたよりもまさやくんのようですよ。俺はその言葉に嬉しくなる。部長は顔を真っ赤にして俺に向かって怒鳴った。コネ入社だからって優遇されて中卒のくせに冗談じゃない。そこで俺は言い返した。学歴は下ですけど、最近コネ入社で転職されてきた部長より俺の方がこの業界は長いです。それに俺は資格も取得していますが部長はまだですよね。しかもこの間の資格試験にも落ちたそうですし。そう言うと津田さんが吹き出した。資格試験にですか。それは残念でしたね。津田さんに笑われて部長は顔を真っ赤にする。そしてさっき部長に追い払われた先輩が近づいてきた。部長、そのくらいにしておいた方がいいですよ。全く違う業界でリストラされた部長がうちの会社に入れたのって社長の親戚だからですよね。あんまり社長の顔に泥を塗らない方がいいんじゃないですか。俺はその言葉にうなずく。部長は俺を睨んでくるので、エリートである部長は中卒の俺よりも仕事ができないなんて思われたくないですよね。どちらかというと仕事の邪魔をしてくるのは部長ですが、これからはあまり邪魔をしないでもらえると助かりますと言った。津田さんは笑いながら、今のことお宅の社長にも報告しておきますね。社長は親戚に頼まれてあなたを部長にしたことを後悔しているみたいでしたと言う。部長は青ざめるが、そこへちょうどうちの社長が入ってきた。
津田さんが挨拶がてら今の出来事を話すと、やっぱり部長は荷が重かったか、平社員からやり直してもらいましょう。と社長が言う。部長は泣きついていたが、社長は冷たく手を払いのける。後日、部長は本当に平社員に降格させられた。周囲からは冷たい目で見られている。それでも部長は俺に向かって、お前みたいな中卒、早く辞めちまえ!と言ってきたので、俺は言い返した。はい、今までお世話になりました。え?部長はポカンとしたが、懇親会の後に津田さんに連絡したところ、津田さんのところに来ないかと話をもらったので、社長に相談し、俺はこの会社を辞めることになった。翌月、俺は地元に戻り、津田さんの事務所を訪れ、正式に社員となる。その後先輩から聞いた話だと、元部長は仕事ができず、あれ以来周りからのけ者にされ、それに耐えられなかったのか、ついには辞めていったという。親戚の間でも笑い者だと社長が言っていたらしい。それから俺は地元に戻ってきて、義父の家へ足を運んだ。するとそこは更地になっている。たまに連絡をくれていた母から、義父の勤める銀行は経営が傾き、ついにはリストラにあったという。その後、義父は母に手を挙げるようになり離婚。母は DV の慰謝料と財産分与を受け取り、近くのアパートで生活しているらしい。俺は昔の優しかった母を思い出し、こっちに戻ってきたし、一緒に住まないか?と言った。母は生活のためとはいえ、俺に苦労をかけた自分が、そんな資格はないと言ったが、俺が強行し、今では昔のように母と二人の生活に戻った。仕事も順調で、今は新しいマンションのデザインを任されている。これからは津田さんの力になれるよう頑張っていきたいと思う。うわ、貧乏くせえ。昼休み、俺が弁当箱を開けると、後ろにいたケータがそう言った。弁当箱の中には、白米に梅干し、あとは昨日の残り物だけど、俺の好物でもあるコロッケだ。見た目が茶色いのは認める。でも、俺はこうして、毎日母が作ってくれる弁当が好きなんだ。俺は、人の弁当を見て貧乏くさいなんていうやつの方が気が知れねえの。それに、これは俺の大好物なんだ。うちの母さんのコロッケ絶品なんだよ。という。すると、隣の席から、そうよ。宗介のお母さんすっごい料理上手なんだから。と、幼馴染の綾野が口を挟む。ケータは鼻を鳴らして悔しそうに去っていった。それから10年後、俺たちは思わぬところで再会することになる。俺の名前は宗介。28歳の会社員だ。俺の父親は昔工場を経営していた。自宅から近い工場に顔を出すと父が危ないだろうと言いながらも笑って迎えてくれたことを今でも覚えている。従業員にも可愛がられていたが、ある日、父は取引先に騙されて工場は倒産した。それ以来、母がパートを増やしてギリギリの生活を送る。父は自暴自棄になったのか、家で酒を飲む日が続いた。それは、俺が小学校を卒業する頃の話だ。でも俺は、同級生が持っているゲームやスマホで遊ぶよりも、父の工場に遊びに行く方が好きだったし、外を走り回っているような子供だったから、貧乏ということには鈍感だった。うちは貧乏なんだと気づかされたのは同級生のケータの存在だ。ケータは地元企業の社長令職で、最新のスマホを持ち、中学生には高級な腕時計をしている。取り巻きが何人かいて、人を見下したり、いじめたりしている。俺は隣のクラスだったからよく知らなかったけど。ある時、同じクラスのおとなしい男子がケータにいじめられていて、助けに入ったことで俺がターゲットになってしまった。とはいえ、
俺は体力には自信があって、腕っぷしも強いし、逃げ足も早い。ケータは力では勝てないのかと思ったらしく、嫌味を言うようになった。お前腕時計もしてないのかよ。もしかして貧乏で買えないのか。その上履きボロボロだな。そんな金もないの。些細なことを見つけてはわざわざ言ってくる。最初はケータが金持ちなだけだと思っていたが、ある時同級生はみんな腕時計をしているし、ボロボロの上履きを履いているのは俺くらいなもので、自分の家が貧乏なのかもと気づいた。俺はケータのことを相手にしていなかったが、それが気に入らないのか、ケータの嫌味が止まることはなかった。しかも、ケータは高校まで一緒だ。俺はもちろん法律高校。幼馴染の綾乃と同じ高校だった。ケータはもちろん、私立に行くだろうと思っていたから、なぜ法律にと思ったが、理由は中学の卒業式で分かった。ケータが綾乃に告白していたのだ。ケータの中では、中学の卒業式に告白して成功し、彼女と同じ高校に行くという計画だったらしい。しかし、綾乃はその告白を断った。ケータは昇進のまま、彼女と同じ高校に通う羽目になる。綾乃は明らかにケータに気はなかったのに、何を勘違いしていたのかと俺は笑ってしまった。綾乃は俺の家の近所で母親同士の仲が良く、お互いの家に行き来するような仲だ。でも恋愛感情には発展しなかった。その頃はお互い別の人が気になっていたからだ。父は俺が中学を卒業する頃に、父のやっていたような仕事に就きたいと言ったら、何を思ったのか叫びたりの生活をやめ再び働き出した。とはいえそれでも貧乏生活は続く。でも俺は父と母が元気で幸せそうに笑っていたので、それで十分だと思っていた。俺は高校を卒業してすぐに働き出した。内容は少し違うけど、父と同じ職種だ。就職が決まった時、胸を張って父に報告をすると、父は泣いて喜び、貧乏な生活をさせて申し訳ないと俺に頭を下げた。俺はなんて言っていいかわからなくなって、俺は幸せだからそんなの関係ねえよとぶっきらぼうに言ってしまったのを覚えている。俺は就職してからも実家に住んでいて、同じく実家住まいの綾乃とは時々立ち話をした。綾乃は大学を出て地元の企業の受付嬢をしている。年月が経っても俺と綾乃はどちらも実家を出ないまま、今までと変わらない生活を続けていた。と言っても俺は仕事が忙しく、家に帰れない日も続いたが、一人暮らしをするほど通勤時間もかからないし、家賃を払うなら実家にお金を入れて、両親に少しでも贅沢をしてほしいと思っている。高校を卒業して10年が経つという頃、同窓会の知らせが届いた。俺は久しぶりに当時の友人たちと会いたくて、すぐに仕事の調整をする。綾乃も行くというので、当日は会場まで一緒に行った。一瞬であの頃に戻れたような気がして、とても楽しい。思い出話にも花が咲いた。しばらく談笑していると、ここは貧乏人の集まりか?と声をかけてくる奴がいた。声の主はケータだ。こんなことを言う奴は他にいないだろう。ケータは妙に着飾っていた。はぁ、庶民はこんな安い酒で楽しめるのか。一流大学を出て大企業勤めの俺は、もっと高い酒じゃないと楽しめないよ。俺の持っているグラスを見ながらケータは言う。俺はさほど相手にせず、お前、嫌味に磨きがかかったな、と言ってやった。すると、ケータは怒り出し、庶民を庶民と言って何が悪いんだ!と言う。庶民って普通言わないよな。俺がそう言うと、周りの友人たちも笑いながら、お前はあの頃のままだな
俺たちもう28だぞ。まだそんなこと言ってんの？と言った。ケータは怒ってそのままどこかに行ってしまったので、俺たちはまた談笑する。それにしても、なんでケータは自分の父親の会社じゃなくて、別の企業に就職したんだろう。俺がふと疑問に思って友達に聞いてみると、驚くようなことが分かった。それから数分後、今度はケータが取り巻きを従えてやってきた。君たち、全員高卒だっけ？就職先は？年収いくらだよ？ぶしつけにそんなことを聞いてくる。取り巻きがいると気が大きくなるらしい。俺はさっき事情を知ってしまったし、無視をしていたが、ケータは俺の肩に手を置いた。ソウスケは高卒だよな。高卒ってどんな仕事してんの？相変わらず貧乏なんだろう。生活に困ってるなら、俺の勤める会社に転職したらどうだ？大企業だから難しいけど、俺が口利きしてやるからさ。ケータはニヤニヤしながら言ってくる。結局、俺を見下したくて自分が大企業勤めだと自慢したいだけなんだろう。でも、事情を知った今は滑稽にしか思えなかった。そこへ綾乃が通りかかり、ケータが呼び止める。綾乃、この間はありがとう。何のことかと思ったが、綾乃は苦笑いして他の友人のところへ行った。卒業してから知ったが、実は綾乃はモテていたらしく、先輩や後輩から告白されるくらいだったらしい。今日会った友人たちも綾乃は相変わらず可愛いと評判だった。ケータがどこで綾乃と会ったのかは知らないが、ケータは自分が綾乃と親密な関係なんだとでも言いたかったのだろう。俺、綾乃とはちょくちょく会ってるんだよね。と、ケータが俺たちに向かって言ってきた。はぁ、あ。俺は聞き流してビールを口に入れたが、ケータはしつこく絡んでくる。俺くらいになると、付き合う女性のレベルも高くないとな。綾乃なら合格だろ？その言葉は気に入らなかったが、ここで相手にしたら面倒になるだけだ。俺は適当に相槌を打っていたが、ケータは笑いながら、お前とは格が違うんだよ、と言い出す。根っからの貧乏人と俺じゃ生活が違いすぎるよな。俺は大企業に勤めてるんだから、持ち物も付き合う女もソウスケとは大違いだ。また始まったと思い、ああそうだな、と短く答える。ケータはなんだかんだと自慢話や嫌味を言ってきた。俺は相手にしなかったが、ケータは俺がケータの言葉にダメージを受けないのが気に入らなかったらしく、今度は綾乃に絡みに行く。しかし、あからさまに綾乃が嫌がっていて。しつこいな、私彼氏いるから、と言った。俺は間に入り、ケータ、もうやめろよ、と言うと、ケータは、はあ、お前関係ないだろ。それとも、お前が彼氏だとでも言うのかよ、と言ってきた。俺も綾乃も、否定も肯定もしない。ケータはうろたえていたが、解散の時間が近づいていたので、俺は綾乃と一緒に店を出た。ああ、勘違いさせたみたいですまなかったな。本当の彼氏にも謝っとけよ。俺が綾乃にそう言うと、綾乃は首を横に振る。彼氏なんていないわよ。そうでも言わないと断れなかったから。ケータはたまにうちの会社に来るのよ。私受付だからどうしても避けられなくてね。あ、そいつは大変だったな。相談くらいしてくれたもよかったのに。そう言うと、綾乃はいたずらっぽく笑って。じゃあ、彼氏ってことにしておいて。
という。俺はその表情に一瞬で綾乃を意識するようになってしまった。それって…と俺が聞き返すと、綾乃はうやむやにして話題を変えた。俺は帰ってからも綾乃のことが気になってしまい、高校時代の写真を引っ張り出して眺めていた。なんだか恥ずかしくなり、それからは綾乃に気軽に連絡できなくなってしまう。数日後、俺は会社の取引先との懇親会の会場にいた。宗介、ちょっと来い。うちの社長にそう声をかけられて、俺はある人のところへ連れて行かれる。俺が就職したのは地元の小さな企業だった。うちの社長は若くて今年で40歳くらいだったはず。サバサバしていて、社長というより兄貴分のようだ。俺は社長に気に入られていて、よく飲みに連れて行ってもらったり、こうして取引先の人にも紹介してもらったりしている。うちの会社はありとあらゆる部品を作っていて、特殊な部品も多い。初めは小さかったのだが、どんどん拡大している。ここ数年で地元や業界内では有名になった。今日の懇親会の取引先はかなりの大企業。社長が俺を連れて行ったのは取引先の社長のところだった。俺が開発リーダーとなって作った特殊な部品が新たに取引されることになっている。緊張しながら挨拶を済ませた。そして俺は自分のテーブルに向かうと、なんとケータとすれ違い、お互いが驚いた。俺は取引先がケータの勤め先だということは知っていたが、大きな会社だし、ケータまで今日の懇親会に来ているとは思わなかったのだ。ケータは俺の勤め先を知らなかったし、驚いた顔をした後に、いつもの嫌味が始まった。宗介がなんでこんなところにいるんだよ。ここは大企業の懇親会の会場だぞ。もしかして、この会場のスタッフか？どこからどう見ても会場のスタッフの格好ではない。はあ、そんなわけないだろう。俺がため息をつくと、ケータはにやりとする。ああ、お前、工場の人間か。貧乏人にはぴったりだもんな。その言葉に、俺はカッとなった。工場で働くことを馬鹿にしてるのか。工場で部品を作らなければ、お前らの会社だって困るんだぞ。そんなこともわからないのか。その時、会場にある壇上では、今回の商品の説明が始まる。そして、うちの社長が俺のところへ来て。宗介、何やってるんだ。そろそろ出番だぞ。という。わかりました。俺は襟を正して壇上に向かった。おい。ケータが後ろから声をかけてきたが、俺は無視をして壇上に上がる。そして、開発リーダーとして紹介され、緊張しながらも説明をする。ケータがあっけに取られているのがわかる。俺は挨拶の最後に、工場で働いているというと、少なからず見下してくる人がいます。でも、私たちは誇りを持って仕事をしています。と言った。すると、それを受けてその後登壇した取引先の社長が、我が社で工場を見下すような人間がいたら、即刻クビです。という。その後、俺は影に隠れているケータを見つけ近づいた。ケータと目が合ったので、お前、同窓会で格が違うって言ってたけど、俺とお前の格の違い、よくわかっただろ。と言うと、ケータは悔しそうに唇を噛む。俺は続ける。俺は今回の開発リーダー。お前はどうだ？この間の同窓会で話を聞いたが、社長礼則なのに、なんで他の会社で働いているのかと思ったら、あまりに仕事ができなくて次期社長候補から外されたそうじゃないか。同窓会の時に聞いたのだが、ケータは大学卒業後、一度は父親の会社に就職したが、いろいろやらかしたらしい。だが、
転職して大手企業に就職できているのは、腐っても一流大卒といったところか。すると、ケータは顔を真っ赤にして怒鳴った。うるさい！それでも俺は大企業の社員だ！お前みたいに工場で働く底辺とは違うんだぞ！ケータがそう言った時、ちょうど取引先の社長がこちらに向かってきた。そして、ケータを一括。君はうちの社員か？先ほどの私の話を聞いてなかったのか？今回の商品がなければ、うちは他社に追いつかれる一方だ。いわば救世主なんだよ。そんなこともわからないような人間は今すぐクビだ。その後、ケータの上司らしき人が飛んできて社長に頭を下げる。申し訳ありません。彼は契約社員ですので、今後の契約更新はいたしません。周りはざわつき始め、ケータの顔色はどんどん悪くなる。正社員だと思ってたら、まさかの契約社員だったのか。俺は、ぷっと吹き出しそうになったが、我慢した。社長は俺に、本当に申し訳ない。社員教育は徹底するから、今後も手を貸してほしい。と、頭を下げる。俺は恐縮しながら、とんでもないです。俺もこの開発をすることができて満足しています。今後ともよろしくお願いします。と挨拶をした。ケータは上司に会場を追い出される。会場には静けさが戻った。今回の商品開発に成功し、自信がついた俺は、ようやく綾野を呼び出した。久しぶりに会う綾野の姿に緊張しながらも、俺は口を開く。結婚を前提に付き合ってください。この間、うやむやになってしまったけじめをつけたかった。振り返ると、俺が悩んでいる時、辛い時には、いつも綾野が隣にいて元気づけてくれていた。俺は、昔から綾野に惹かれていたのかもしれない。ようやくその気持ちに気づいて告白をすると、綾野は驚いた顔をしてから、微笑んでうなずいた。そして、結婚式、いつにする？と、いたずらっぽく笑う。それから数日後、仕事帰りに綾野を会社まで迎えに行き、一緒に歩いていると、向こうからケータが歩いてきた。ケータは俺を睨みつける。なんでお前らが一緒にいるんだよ。ソースケ、お前のせいで俺はクビになったんだからな。俺はため息をついて、はあ、どこが俺のせいなんだよ、自業自得だろ。と言うと、ケータはわめき出した。お前のせいだ、責任取れ、慰謝料だ、慰謝料。どういう思考回路なのかと、俺は呆れてしまう。人のこと見下してばかりいるからだろ。自分の言ったことには責任を持てよ。まあ、お前流に言うなら、格の違いってやつだな。それと、俺はお前が言う底辺の工場勤めかもしれないけど、年収で言ったらお前の倍はあるぞ。見下されるのも面倒になって、俺はケータが自慢していた年収を思い出し、思い切って言ってやった。ケータは怒鳴りながら、うるさい！せめて綾野から離れろ！という。それを聞いた綾野は、私、ソウスケと結婚するの。もういい加減つきまとうのはやめてくれる？と言った。ケータはショックに打ちひしがれる。しばらくして同窓会で連絡先を交換していた友人たちと連絡を取ると、ケータは再就職ができなくて実家を追い出されていることが分かった。どうやら郊外の安アパートに引っ越したらしい。取り巻きたちもケータの現状を聞いて手のひらを返したそうで、その後のケータの様子を知っている人はいなかった。ケータは、あれだけ人を見下してきたんだから、そろそろ自分が見下される番なのかもしれない。俺は今回随分とボーナスをもらったので、両親に旅行プレゼントすることにした。両親はとても喜んでくれたが、それよりも、結婚相手はいないのかというので、綾野と結婚するかもしれないと伝えると、さらに喜んだ。母がその場で綾野の家に連絡したものだから、
その日は両家交えて出前を取る事態に発展。さて、俺は本格的にプロポーズの準備をしようかな。